ユンカースユも004ユンカースユも004は世界で初めて実戦投入されたターボジェットエンジンかつ世界で初めて実用化した軸流式ターボジェットエンジンである第二次大戦末期に独ユンカースで約8000機生産され世界初のジェット戦闘機メッサーシミット目262と 世界初のジェット爆撃機アラド AR-234 等の文字通り推進力になっただけでなく、戦後にも共産権でコピー生産された。1937年の夏、ハインケルの若手研究者、ハンス・フォン・オハインが独自に製作した遠心式ターボジェットエンジンの実験に成功した。オハインの試作エンジンは非力かつ不安定で、この段階では未だ飛行に適するものではなく、 帝国航空省の大半の役人から無視されたが、イギリスのフランク・ホイットルラ競合者の動きを察知し、高速ジェット機の将来性に確信を抱いていた議官、ヘルムート・シェルプとハンス・アドルフ・マオホは、航空権人製造各社にターボジェットへエンジンの開発を非公式に打診した。この提案に興味を示した、ユンカース発動機会社のオット・マーダー取締役は、1939年に、 ターボジェットエンジン開発を決断し、シェルプは、同社で航空機エンジン用機械式火球機と、ターボ火球機の開発担当だったアンゼルム・フランツ、博士に白羽の矢を立てた。フランツは、航空省のカフで、専用設計チームを組織し、開発番号109から004の基礎研究に着手した。中心に機動用補助エンジンを始動するための引き輪が見えるフランツは、 オハイ犬らの延伸式圧縮機を避け、月天元航空技術研究所の協力を得て、ターボジェットエンジン用軸流式圧縮機をあえて、新規開発する困難などを選んだ。軸流式圧縮機は、小型で全面投影面積が少ないため航空機搭載に適し、ーセ78%の高効率を実地で発揮したが、延伸式に比べ部品点数が飛躍的に増大し、複雑化した。 零零四の試作機は1940年春に初火入れされ 4.2KN の水力を得た圧縮機の熱振動に起因する排気脈動に手を焼いたがマックス・ベンテレ博士公案になる新しい勢力が走行し8月には水力 5.9KN に発展し12月には 9.8KN の水力で10時間の連続運転にも成功した先に着手された BMW-003 計画は大幅遅延していた。1942年3月15日に改良型 004A を喧嘩したメッサーシミット BF110 によって初の飛行試験が実施され、同年6月18日には最初からジェット推進機として設計されたメッサーシミット目262の試作3号機に 004A が実際に搭載され、 試験が行われた結果未完成状態を出せぬ003を破った 004A は航空省から80機の発注を受けた 004A は高温部に高価な耐熱合金を多用し重量課題で量産に適した構造ではなかった生産型の 004B ではロストワックス製法で肉抜け中空化された高性タービンブレードに多数先行しバイパスした圧縮空気を 内部から噴出させることで、表面冷却する技法を確立、後に標準化して製造コストを大幅に低減した。0 0四 b は0 0四 a と同等の水力を保ちながら約百キログラム軽量化され、九百四十三年には定格出力で百時間以上の連続運転に成功した。リーデル社製の機動用補助エンジン0 0四 b は、リーデルの小型オートバイ用7。 キロワット水平対向型にストロークエンジンをインテークコーンに内蔵し、外部電源の支援なしで単独指導を可能にしていた。本体の 004B を指導するためには、まずコーン先端の穴からケーブルを引き補助エンジンを人力指導する手順を要した。補助エンジンの燃料は、取水芯材とは異なる通常のガソリンのため、小容量の燃料タンクが空気取り入れ工場部にベッド設置された。 1943年末まで熱振動は感知せず、ベンテレは音楽家の協力を得て、個々のブレードの固有共振周波数を開放源で測定し、適切に選別し分散配置することで、コンプレッサー、タービンユニット全体として共振周波数を持たせないようにする手法を編み出し、合わせて最大回転数を 9000rpm から 8700rpm へ、 わずかに下げる等の妥協策を航空省首脳に示した。これにより熱振動問題は一定の解決を見たが、004B の本格量産開始は1944年、初頭までずれ込み、目262の実戦配備を遅延させた。基本的に 004B の設計は、高信頼性を目指した、堅実なもので、 零零さんのように野心的ではなかったが、戦局の悪化は良質の原材料の入手を困難にし、高温部に用いる耐熱項は低品質のものしか得られなくなっていたため、パイロットの技量にも左右されたが、通常の運用では10から25時間程度でオーバーホールを要した。また、初期のターボジェットエンジンに共通する難点として、スロットルレスポンスが緩慢で、 特に低空で請球に出力を上げると燃料消費量が急増し、オーバーヒートからタービンブレードが溶解する恐れもあった。しかし、目262、AR234 の圧倒的有速と上昇力、航空性能は連合国側に多大な脅威と衝撃を与え、航空市場に不滅の禁止等を打ち立てた。対戦末期にはいくつもの発展型が試作、開発中だった。 零零四 C はアフターバーナー付け、零零四 D は二段式燃料噴射装置を備え、改良型スロットル調整装置とともに、年長の宣伝が図られたもので、零零四 B と代替して、生産開始間近だったが配線により実現しなかった。零零四 E は零零四 D の発展型で、より高高度、大水力を目指した。特筆すべきは、大型化、二軸化された零一二で、 全高度において圧縮機構率を60%以上に向上させ燃料消費率も劇的に改善される予定だった。012の縮小版 004H では 004B の 1.39kg KGFH から 1.20kg KGFH に15%の改善を見込んでいた。02には012のターボプロップ版構成 アックスイコール軸流圧縮機弾数、インイコール独立燃焼等数、ツイコールタービン弾数アビア M-04、RD-10 チェコスロバキアは接収した、目262の残存機を、アビア S-92、CS-92 CS と解明して、再配備し、その保守用に若干数の 004B を、プラハシのマレシスにあった交渉で、M-04 の名でも増した。 また解放後のフッツでは、露格した004を用いて、国営南西航空機製造や SO6000 トリトン、並びに、アーセナル VG-70 を試作した。さらに、ソ連に接収された 004B は、拉致同然に連行した、ドイツ人技術者たちの手によって、RD-10 の名で BM、BMW-003 と共に再生産されたものが、約 -15 多の初期ジェット機に対応され、 さらにアフターバーナーを付加される東独自の発展を遂げた米のハードロックバンドブルーオイスターカルトの1974年のアルバムシークレットトリーティーズに収録された ME262 にユンカースジュも004という歌詞が出てくるありがとうございます